こんにちは、リリナナです。今日はこちらネイビーで、ちょっとあんまり分かりづらいんですけども、松編みの模様を入れたがま口を作っていきたいなと思います。はい、では材料を説明していきます。今回はこちらセリアさんのニューエンジェルコットン、こちらのカラーナンバーが13番、こちらを使用していきます。で、他の糸ではちょっと試してないのでサイズが合うかどうかちょっとわからないんですけども、もしエンジェルコットンをお持ちでしたらこちらで作っていただけたらなと思います。で、かぎ針が5号針の3ミリですね、こちらを使用していきます。で、がま口なので、こちらがま口がね、こちらもセリアさんのものになるんですけども、 CTA009 か CTA108って書いてあるもの、がま口がね、丸型ゴールドとシルバー、サイズは同じなのでこちらを使用していきます。で、口金のサイズがだいたい9センチになっています。横が9センチで、ここの幅、高さ、ここの幅が8センチくらいのものになっています。で、あとはハサミととじ針で、今回のがま口がね、まあ、ボンドでつけるタイプなので、こういう紐が中に入ってると思うんですけども、それを入れる時に使うボンド、あとは編み地とかこの紐とかを入れる時に使う目打ちとか、何か細いもの、私はマイナスドライバーが結構使いやすいのでこちらを使用していきます。で、端の部分をちょっとつぼまなくちゃいけないので、こういうペンチ、小さいもので大丈夫です。これとあとは当て布、このまま使ってしまうと傷がついてしまうので、当て布をしてこう挟んでキュッとするといいかなと思います。はい、では流れをざっと説明していきます。松編みがま口の編み方ということで、こちらは先ほど言った材料になっています。で、1段から5段で、今回は中長編みの円を作っていきます。で、6段から松編みとか、一番最後に細編みを入れるという感じになるんですけども、5段目でちょっと目数を調節してあげます。松編みを円で編むときは6の倍数になっているといいので、6の倍数になるように目数を調節してあげて編んでいきます。で、もし大きさを変えたいなとか、他のものを編みたいなという方は6の倍数で最終段、これで言うと5段目ですね、最終段を調節してあげるといいかなと思います。で、こちらの編み方表の方は動画の一番最後に停止画を載せておきますので、もしよかったら見てみてください。はい、では早速編んでいきます。まずは1段目、1段目は鎖2目で立ち上がって中長編みを9目編んでいきます。で、鎖2目で立ち上がったものも1目と数えたいので、全部合わせて10目ということになります。はい、では糸端を指に2回巻きつけます。指から外して輪の中に針を入れて糸を持ってきます。で、一度ギュッと引き締めて、ここから鎖編みを2回していきます。1回2回で、もし次の目では鎖2目の下から数えて2目目にまた引き抜いたりしなくちゃいけないんですけども、分からなくなりそうだなっていう方はここでマーカーをつけておくと一番いいかなと思います。後で目が狂ったりするのは結構大変なので、もうどんどんマーカーを使って活用して編んでいくと間違いなく編めると思います。で、次からは中長編みを9目編んでいきます。鎖編み2目の立ち上がりも1目と数えるので、ここから中長編みを9目で合計10目ですね。糸をかけて糸を持ってきます。3本一気に引き抜く、これで中長編みが1目できました。実質これで2目という感じになっています。立ち上がりも1目と数えるので、1、2で引っ掛けて
糸を持ってきて3本引き抜く。これで3、4、5、6、7、8、9、10。で、10目編めたら輪を引き締めます。糸端と同じところから出ている糸があると思うので、それを引っ張って輪を縮めます。針を戻して、目数で言うと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10目目ですね。立ち上がり1目の下から数えて 1,2 2目目の鎖の頭、マーカーがついている方はマーカーのところ、ここに、まあ、針を入れて糸を持ってきて、このまま引き抜きます。で、これで1段目が編めました。はい、次は増し目をしていきます。まずは鎖2目で立ち上がって同じ目に中長編みを編みます。で、次からは1つの目に中長編みを2回ずつ編んでいきます。全部で20目にします。はい、ではまずは鎖2回で立ち上がります。 1,2 で、引き抜いたところと同じ目に中長編みを1回、次の目には中長編みを2回ずつ入れていきます。引っ掛けて、結構次の目がの頭が潰れていたりして取りにくいので、忘れないように入れてあげてください。ここに中長編みを1回、2回で、次の目にも中長編みを1つの目に2回ずつくるっと編んでいきます。1つに中長編みを2回という感じで編んでいきます。はい、ぐるっと中長編みを1つの目に2回ずつ入れてきました。で、ここの鎖編みの下から数えて2目目、一番最初がちょっと小さくなってるんですけども、ここに1目あって、その次、ここの中長編みの頭の右隣という感じで見ると分かりやすいかなと思います。ここに針を入れて、で、そのまま引き抜きます。で、これで2段目が編めました。はい、では次は3段目。3段目はまずは鎖2目で立ち上がります。で、同じ目に中長編みを入れます。で、次の目には中長編みを1つ、で、次の目には中長編みを1つの目に2回、次の目には中長編みを1回という感じで2121と編んでいきます。全部で30目にしていきます。はい、では鎖を2回で立ち上がります。で、引き抜いたところと同じ目、ここに中長編みをまず1回編みます。で、次の目がちょっと開いてあげるとここになるので、ここが入れにくいんですけども、中長編みを1つ、手前と向こう側、で、また次から増し目、中長編み1つという感じで編んでいきます。中長編みを1つの目に2回、次は1回、2121と編んでいきます。12回で、次は1回、2回、1回、2回、1回とぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと2121と編んできました。で、ここが立ち上がりの鎖2目ですね。下にちょっと隠れてるんですけども、1個目、2個目、わからない方は中長編みの頭のすぐ右隣、ここに針を入れて、で、引き抜きます。で、これで3段目が編めました。はい、では次は4段目。4段目はまずは鎖2目で立ち上がります。で、次の目には中長編みを2回、増し目という感じですね。
で次には中長編みを1回で、これを繰り返します。 1,2,1 という感じで編んでいきます。全部で40目にしていきます。はい、では鎖2回で立ち上がります。で今入れたところの隣から引っ掛けて次の目ですね、隣の目、足を見ると頭がわかると思います。ここに中長編みを2回入れます。1回で引っ掛けてまた同じ目、2回で今度は隣の目に中長編みを1回、でこの形を繰り返していきます。次の目には中長編みを1回、次は2回、1つの目に中長編みを2回ですね。で次は1回、1,2,1,1,2,1とぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと 1,2,1 と編んできました。でここの鎖編みの1個2個目、下から数えて2個目、わからない方は中長編みの頭のすぐ右隣、ここに針を入れてで引き抜きます。でこれで4段目が編めました。はい、では次は5段目。5段目は、ここが最終段なので目数を6の倍数にしてあげたいんですけども、もし円の編み方がわかるなという方は普通に編むと50目になると思うんですけども、プラス4目してあげて全部でトータル54目にするように編んであげるといいかなと思います。でわからないなという方は一緒に編んでいきましょう。まずは鎖2目で立ち上がって同じ目に中長編みを入れます。で次の目には中長編みを1つ、で次の目には増し目で、次は中長編みを1つという感じでここを編んでいきます。で次は中長編みの、これ増し目って言っちゃいますね、1つの目に2回入れるんですけども、中長編みの増し目で、その後数字は中長編みを1つの目に1つずつを3回で、これを2回繰り返します。でまた今度は水色のところ、こっちみたいな感じで増し目中長編み1、増し目中長編み1という感じで編みます。これを1回だけで、次は増し目中長編み3というのを2回編みます。でここの部分をちょっと繰り返して、一番最後は増し目中長編み、増し目中長編みという感じで編んでいきます。でこうすると 1,2,3,4 4回で、いつもよりも多く増やしている感じになるので54目になります。もしわからない方はトータルで54目とか6の倍数になっていればいいので、必ずこの増やし方じゃなくても大丈夫です。はい、ではまずは鎖編み2目で立ち上がります。1回2回、で引き抜いたところと同じ目に中長編みを1回編みます。次の目には中長編みを1目、次の目の頭が結構潰れていて分かりづらいので、ここにも忘れずに中長編みを入れてあげます。で次の目には中長編みを2回引っ掛けて、次の目ですね、1回2回で、次の目には中長編みを1回、2,1,2,1 という感じで編んできました。で次の目には中長編みの増し目で、中長編みを1つの目に1つずつを3回というのを2回繰り返します。まずは中長編みを1つの目に2回入れます。1回2回で、次から1つずつを3回、1で隣、2で隣、3で、これをもう1回繰り返します。中長編みを1つの目に2回、
で次からまた中長編みを1回ずつを3回ですね。1で隣、2で隣、3で次は最初に編んだやつと同じように増し目中長編み1、増し目中長編み1と編みます。次の目には中長編みの増し目、1つの目に2回入れます。次の目には中長編みを1回で繰り返します。1つの目に中長編みを2回で、次は中長編みを1回で、次からまた増し目中長編み3というのを2回繰り返します。1つの目に中長編みを2回で、次は1つずつを3回、1、2、3でもう1回繰り返します。中長編みの増し目をして、中長編みを1回ずつを3回、1、2、3でまた増し目中長編み1、増し目中長編み1と編んでいきます。1つの目に中長編みを2回で、次は1回、次の目には2回、次の目には1回で、今度は増し目中長編み3というのを2回繰り返します。1つの目に中長編みを2回で、次から中長編みを3回、1で隣、2で隣、3で、これを繰り返します。中長編みの増し目で、次から3回、1で隣、2で隣、3で、最後は増し目中長編み1、増し目中長編み1と繰り返していきます。1つの目に中長編みを2回で、次は中長編みを1回で、次は増し目で、次中長編みを1回。ちょっとややこしいんですけども、全部でとりあえず54目になっていれば大丈夫なので、もしちゃんと編めてるかなって思った方は目数を数えてみるといいかなと思います。で、一番最初の鎖2目で立ち上がった下から数えて1個2個目、わからない方は中長編みの頭のすぐ右隣、この鎖編みのところに針を入れて糸を持ってきます。で、これで5段目が編めました。で、私の場合だとだいたいここが 7.5 センチくらいになっています。で、がま口を当てると、私の場合だと少し、本当に少しだけなんですけど、小さいかなという感じで編んでいきます。で、縫い付けるタイプだったら多少大きくても結構融通きくというかごまかせるんですけども、ボンドのタイプだと結構大きくなりすぎるとつけるのが大変なので、少し小さめで私はいつも作っています。はい、では次は6段目。6段目から松編みを編んでいきます。まず一番最初には細編みを1つで、次はここの間は中長編み2目を飛ばします。2目飛ばして3目目に長編みを、これは1つの目に5回入れる感じで編んでいきます。で、また下の段で2目飛ばして細編み、2目飛ばして長編み5目というのを繰り返していきます。目数はもうずっと54目になっています。ではまずは鎖1つで立ち上がります。で、引き抜いたところと同じ目、こ
ここに細編みを1つ編んでいきます。糸を持ってきて2本引き抜く、で細編みを1つ、次の目から2目飛ばして長編みを5目編んでいくんですけども、次の目が結構頭が潰れていて分かりにくいので足を見るといいかなと思います。こう開いてあげて今入れたところですね、その 1,2,2 目飛ばして3目目の頭、3目目の頭に引っ掛けて針を入れます。糸を持ってきて長編みなので左から2本ずつ取っていきます。まずは2本で残りの2本で、これで長編みが1つ編めました。であと4回繰り返します。引っ掛けて同じ目に針を入れて糸を持っていきます。で左から2本ずつ、2本2本引っ掛けて同じ目に針を入れて糸を持っていきます。左から2本2本で、今3目編めたのであと2目引っ掛けて糸を持ってきて2本ずつ取ります。でこれで 1,2,3,4,5 5個編めました。で次から1,2,2目飛ばして3目目に細編み、でまた 1,2,2目飛ばして3目目に長編みを5目というのを繰り返していきます。1,2,3,4,5でまた 1,2,2目飛ばして3目目に細編み、でまた 1,2,2目飛ばして3目目に長編み5目、1,2,3,4,5でこれを繰り返します。2目飛ばして細編み、3目目に細編み、2目飛ばして3目目に長編みを5目で、こんな感じでぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと細編みを1つ長編み5目という感じで編んできました。で最後は 1,2,2目飛ばして、で一番最初の細編みの頭、ここに引き抜いたところがあって立ち上がりで最初の細編みの頭ですね、ここに針を入れて引き抜きます。でこれで6段目が編めました。はい、では次は7段目。7段目はまず鎖3目で立ち上がります。で同じ目に長編みを2目編んであげます。鎖3目の立ち上がりは1目と数えるので、感覚的には長編みを3目入れたという感じで編んでいきます。で次は細編みを1つ編みます。その時に2目飛ばすんですけども、編むところはここの長編みを5目編んだところのちょうど真ん中3目目ですね、ここに細編みを1つ編みます。でまた2目飛ばして長編み5目、編むところは細編みの頭、逆のことをするので細編みの頭には長編み5目、長編みを編んだところの中心には細編み1目という感じで編んでいきます。で一番最後は長編みを2目編むんですけども、編むところが一番最初のところなんですよね。でこれは一緒に説明しながら編んでいきたいと思います。はい、ではまずは鎖編みを3目していきます。1,2,3で引き抜いたところと同じところですね、引き抜いた目に長編みを2目編んでいきます。引っ掛けてここの引き抜いたところ長編みを1回、でもう1回、で次は細編みを編みます。目数でいうと 1,2,2 目飛ばして3目目、ここの長編み5目編んだところの中心に細編みを編みます。で次は
2目飛ばして3目目に長編みを5目、メス目で言うと細編みの頭、細編みの頭には長編み5目、1、2、3、4、5でまた長編み5目の真ん中、目数でいうと1、2、3目目、ここに細編みを1つという感じで編んでいきます。細編みの頭には下の段で細編みの頭には長編み5目、1、2、3、4、5で目数でいうと1、2、3目目に細編みを1つ、次は細編みの頭ですね、ここに長編みを5目という感じで編んでいきます。1、2、3、4、5、2目飛ばしながら細編み、長編み5目、細編みとぐるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできて、今は長編み5目編んだところの中心に細編みを1つ編んでいます。で、一番最後は長編み2目をするんですけども、長編み2目するところが1、2、2目飛ばして一番最初のここに長編み2目編んだところ、ここと同じところにします。前に戻るイメージで引っ掛けて同じ目、ここに長編みを1回、でもう1回、2回で、ここの鎖3目がなんか隠れちゃうなって思っても、もう気にせずに編んじゃって大丈夫です。で、ここに2目入れてあげることで長編みを5目編んだような感じになります。最後2目と最初の1、2、3目ですね、立ち上がりも1目とするので、これで5目編めたようになります。で、鎖編みの1、2、3目目わからない方は長編みの頭の右隣のここの鎖の頭、ここに針を入れて引き抜きます。これで7段目が編めました。はい、次は8段目、8段目から12段目までは6段目7段目を繰り返して編んでいきます。はい、では8段目、8段目は6段目と同じなので細編みで始まります。鎖1つで立ち上がって引き抜いたところと同じところに細編みを編みます。で、次の目からもう下の段と同じなんですけども、細編みを編んだ上には長編みを5目、長編みを編んだところには中心に細編みを1目という感じで編んでいきます。目数でいうと1、2、2目飛ばして次に長編みを5回、1、2、3、4、5でまた1、2、2目飛ばして3目目中心のところですね、ここに細編みを1目という感じでぐるっと編んでいきます。細編みの下の段で細編みを編んだところには長編み5目、長編みを編んだところには中心に細編み1目で、編み始めが細編みで始めるか鎖3目で始めるかで交互で編んでいくんですけども、今細編みで始まったので次の段では鎖3目で始まる、次の段では細編み1目で始まるというように、6段目7段目と同じように編んでいきます。で、もしわからないなという方は段数が上に書いてあったと思うので、そちらを巻き戻ししながらぜひ編んでみてください。
では12段目まで松編みを編んでいきたいと思います。はい、松編みを12段編んできました。で、だいたい高さが私の場合だと6センチぐらいになっています。まあ、人によって長編みの長さっていうのがだいぶ変わってきてしまうので、目安にしていただけたらなと思います。はい、では次は13段目。13段目は中長編みと細編みを一つの目に一つずつ交互で編んでいくんですけども、難しい方は全て細編みでも大丈夫です。ちょっとカーブをしているので平らにさせたいなと思って細編みと中長編みを入れたんですけども、もしより綺麗に編みたいなという方は中長編みと細編みを交互に編むといいかなと思います。まずは鎖2目で立ち上がります。次の目には中長編みで、次は細編みを3目、中長編みを3目、細編みを3目という感じで繰り返していきます。一番最後は中長編みで終わるように編んでいきます。はい、ではまずは鎖編みを2回、1、2、これは中長編みの1目と数えます。次の目には中長編みを1つ、その時に、少しポイントとしてはちょっと短めの中長編みという感じで編んでいきます。次の目にはこう伸ばさずに結構ぴったりめで中長編みを編みます。で、次の目から細編みを3目編むんですけども、その時のポイントが、まずは細編みを編むんですけど、少し気持ち長め、いつも編んでるよりもちょっと長いかなっていうぐらいですね。本当に少しでいいんですけども。で、細編み、次の目にはこれは長編み5目の真ん中の3目目なんですけども、ここは短い細編み、結構伸ばさずに、足の部分を伸ばさずにぴったりくっつけて細編みを編む。次の目には細編みなんですけども、また一つ前の細編みと同じように少し足の部分を伸ばしてあげて細編み、ここで平らにバランスよく編んでいきたいと思います。で、次の目では短い中長編み、ぴったりくっつけた状態で中長編みを編みます。次、細編みの頭ですね。ここには中長編みなんですけども、少し伸ばしてあげて中長編みを編みます。次は中長編み、その時に短い中長編みですね、ぴったりくっつけて中長編みで、次から細編みを3目編みます。その時にまずは少し伸ばしてあげて細編み、次はぴったりくっつけて短めの細編み、次は細編みですけどちょっと長めにして細編みで、そんな感じで編むと、松編みってこう波フリフリしてるっていうのかな、ボコボコしているので、全部頭の上に細編みを編むとやっぱり少し波打ってしまうんですよね。で、がま口をつけるのでそんなに目立たないとは思うんですけども、より綺麗に仕上げたいなという方は中長編みとか細編みを編むときに、なるべく均等に平らになるように少し足の部分を伸ばしたり短くしたりしながら編むと綺麗に編めるかなと思います。次の目には中長編みを編んでいきます。1、2、3と編むんですけども、ここにこうカーブになっているので両サイドでは短めの細編みと中長編みで、真ん中では一番こうへこんでる部分なので少し長めの中長編みを編んで上の部分を平らにしてあげます。中長編み、ちょっと長めに出して中長編みで、今度は短めのぴったりくっつけて中長編みで、次はここのカーブですね。ここには細編みを編むんですけども、一番真ん中がやっぱり一番こうお山のてっぺんみたいになっているので両サイドでは少し長めに出してあげて細編み、一番てっぺんのところでは
足を伸ばさずに細編み、次にはちょっと足を伸ばしてあげて細編みという感じで編んであげるといいかなと思います。そんなに気にすることもないんですけども、少しのポイントで結構綺麗になったりするので、もしこうなみなみしてるのが気になる方は、こう長さをちょっと変えながら編んであげるとだいぶまっすぐになってくるかなと思います。で、次に14段目15段目では細編みを編むので、そんなに気にならないんですけども、より綺麗に編みたいなという方はぜひ試してみてください。では中長編みを3回、細編みを3回という感じで、ここの長編み5目を編んだところの真ん中ですね、ここには細編みを3回で、ここの間、長編みの一番端で真ん中の細編み、長編みの一番端、ここには中長編みを3回という感じで3つずつ交互に編んでいきます。はい、くるっと端の方まで編んできて、中長編み3回、細編み3回で終わっています。で、一番最後は中長編みを1回で終わりになります。で、鎖編みを2目、下から数えて1、2、2目目、中長編みの頭の右隣、ここに針を入れて引き抜きます。あれ、ギュッと、で、これで13段目が編めました。で、こう見るとだいぶ平らになってきたかなと思います。はい、では14段目、15段目は1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。もし13段目でも中長編み入れるのがめんどくさいなという方は細編みで大丈夫です。13、14、15と3段細編みを入れるといいかなと思います。はい、では鎖1つで立ち上がります。引き抜いたところと同じ目ですね、ここに針を入れて細編みを1つで、次の目がちょっと頭が潰れているかもしれないんですけども、ここにキュッと入れて細編みを1つ、次の目にも細編みを1つという感じで細編みをぐるっと編んでいきます。1つの目に1つずつで、今14段目なので15段目まで細編みを入れていきたいと思います。はい、15段の引き抜いたところまで編んできました。で、ここで終わりにしたいと思います。糸処理できる分残して糸をカットします。で、後ろに返して糸処理するところがあれば糸処理をしておいてください。はい、糸処理をしてきました。で、次にガマ口をつける準備をしていきたいと思います。糸処理で出たこちら糸ですね、ちょっと長めの方がいいんですけども、もし短かったら何か余り糸などを準備しておくといいと思います。で、立ち上がりの部分を、私はここが立ち上がりなんですけども、それを真後ろにさせたいなと思います。横でもどこでも大丈夫なので、お好きなようにこう半分に折って端に糸をつけておきます。で、反対側も、で、次は真ん中を決めます。端と端、糸がついているところを合わせて、私はマーカーで印をつけておきます。これも糸でもいいんですけども、マーカーでもどちらでも大丈夫です。で、こんな感じで用意をしておいて、あとはガマ口ですね。
中に紐が入ってたと思うんですけども、それをだいたいガマ口に合わせて少し大きいぐらいでカットします。でカットをしたら、これって1本が寄ってあるんですけども、寄りを戻すと2本2本になっていると思うので、1本ずつに分けてあげます。これ1本だと編み地だとちょっと太いので、私はいつも2枚に分けて半分にして使っています。で2つに分けたらまた寄って1本にしておきます。ちょっとひと手間なんですけども、こうすると結構紐を入れるときに入れやすいのでいいかなと思います。はい、では次はこちらガマ口をつけていきたいと思います。閉じる方が上になるように、反対にこう開いた時に反対につけてしまうと結構がっかりしちゃうので、確認をして端とここの糸がついているところ、ここを縛ってしまいます。ボンドをつける前に縛ってしまって大丈夫です。で後で切ってしまうので、まあずれないように適当に。で例えばこっち側で私はこう見た時に左側に縛ったんですけども、そしたらこっちでは右側にこう見た時にこの真ん中が右側に来るように縛るとちょうどバランスがいいかなと思います。こっちは右側、こっちは左側で、そしたら中にボンドを入れていきます。はい、ではボンドを流し入れていきます。はい、ボンドが入ったら編み地を中に入れてあげます。でその時にマーカーがついているところを中心に来るように、だいたいここが中心ではなく、ここの玉があるところが中心なので、その辺を目指してこう入れてあげるといいかなと思います。でボンドがはみ出してしまっても後で拭けるので大丈夫です。で編み地が入ったらこちらの紐、細くした紐を入れてあげます。目打ちとかなんかドライバー、マイナスドライバーですね、プラスだと太いので、こういう細いものでこう中に押し込む感じで入れてあげるといいかなと思います。もちろんサイズが同じだったら縫い付けるタイプでも全然大丈夫なので、お好きなものを使っていただけたらなと思います。で端の方まで入ったら、ここのカーブがあるぐらいのところ、ここでカットをします。で中に見えないように押し込みます。紐がこっちから見た時に、裏を見た時に出てないようにキュッと押し込むと仕上がりが綺麗かなと思います。では反対側もつけていきます。はい、紐の方を入れてきました。でそしたら4箇所潰していきます。当て布をして、でこう挟む感じで端の方ですね。で手首を返すようなイメージで、内側だけを潰してあげると表から見た時に結構綺麗に
できてると思います。そんなに力も入れずに手首を返すとしっかり潰れてくれるので、で4箇所潰れたら、もしボンドとかはみ出てるところがあれば拭き取って、なかなか落ちない場合は濡れてるものとかでちょっと拭いてあげると綺麗に落ちると思います。でそしたらここの紐は切ってしまって大丈夫です。で整えてあげて、でもしこうなんか潰れてるなと思ったら、中に、まあ、糸とかハンカチでも何でもいいんですけども、ちょっと詰め物をして置いといてあげると形が綺麗に整うと思います。はい、では私はボタンをつけていきたいと思います。縫い付けてもいいんですけども、余ってるなんか糸があったので、このまま私は刺繍じゃないけどこのままちょっと糸をつけて、でグルーガンでつけちゃいたいと思います。で後ろで縛っちゃう。飾りボタンなので、でこんな感じでつけていきたいと思います。その時にちょっと何かふっくらさせるためにで、これは余った糸ですね。一玉で2つできるかな、できないかな。ちょっと形を整えて、立ち上がりがこっちなので、ここにこんな感じでつけたいと思います。じゃあ大体の場所を決めて、後ろにグルーガンを少しつけて、もちろん縫い付けをあちあちあち縫い付けても大丈夫なんですけど、ちょっと押さえてあげて、はい、こんな感じでできました。で大体サイズが、底の方が8センチ、高さも8センチぐらいになっています。で松編みで編んだので、まあ、長編み目になるんですけども、細編みでしっかり編むよりも編み地がちょっと柔らかい感じになってると思うので、形が最初はなんかふにゃふにゃだなっていう場合は、いろいろ詰め物をして形を整えてあげるといいかなと思います。しばらく置いておくと形が保ってくれる感じになるので、もし形がおかしいなっていう方は何か詰めてしばらくこう飾っておいてください。で今回は松編みがま口の編み方ということで、松編みを使ってがま口を編んでみました。もし何か参考になれば嬉しいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。